ブルーベリーが割れたみたいな。あ、二つに割れた。その後がちょっと痛いらしいんですけど、本人あんまり気にしておらず。あ、でも本当減ってない体重戻った。134だったけど今日は136になった。大体135前後大体あります。心持ち食欲が若干減ってるんですけども、うん、その分ちょっと団子を目にしたら団子は割と先行して食べてくれる。なるほど、それが助かりますよね。あれもさ、全ての子が好きなわけじゃないからさ、食べん子もいるんですよね、あれやっても。で、うんちは20個ぐらい。そうですね。はい、ごめんね。11ミリだ。まあ、基本は元気です。外に出せってうるさいです。はい、じゃあ抗生照射療法をやらさせてもらいます。はい、オッケーです。はい、すみません。薬はでも、この前はそんな甘く言わました。どうしましょうか。あれは、薬、ステロイドにそろそろ変える、変えない。ああ、そうそう、変えるかなっていう話ですよね。どうします？体重が、そんなには動いてないんですけど。うん、動いてないですよね。早めに変えた方がいいんでしたら、うん、変えましょうか。で、1週間はもう毎日にして、で2週間目になったら一般状態が良ければもう2日に1回、そうすると副作用が出ないから、はい、それであとはじわじわ下げていく。どうせ使うんであればね、どうせいずれ使わなあかんからいいですよね。本人も薬飲むのあんまり好きじゃないですから。あ、そうなんですか。今お菓子に入れて、お菓子と豆腐に、豆腐のおやつに含ませてあげると喜んで食べるんですけど。じゃあプレドニゾロンというステロイドをね、1本に5ミリ入れますからね。それでまあ毎最初は毎日1週間、今週は毎日、はい、その次の週は2日に1回また5ミリで、2週間単位でちょっとずつ下げていきます。そういう使い方してることは副作用は出ないと言われてる。実際出ないですわ、はい、じゃあ B はそれプレドニゾロンに変えますね。とあとブドウ糖とビタミン剤とスーパーソフィアという免疫ということ、ハルネさんというメニューが入りますね。はい、じゃあそれでお付けします。